リさん、おはようございます。おはようございます。今日どうですか？今日はついに富士山ツーリングなんですけど、これから富士山行きますけど、意気込みちょっと喋ってもらっていいですか？安全に、はい、いかに安全に、はい、現地までちゃんと着くか。気合しか入ってないっす、ね、今日は安全に。さあ、ゆいさん、ついに富士山デイですよ。ついに来ましたね。ついに来ましたよ、ゆいさん。今日は高速の文句言わせないですからね。ていうか、ETC なくて大丈夫なの？あ、大丈夫です、多分。今日はもう赤字とか言ってらんないですからね。経費全部使い切りますから。使い切ってどうこんにちは、2人分払っていいですか？よいしょ。はい、お願いします。すいません、楽しいですね、今日は。って楽しいですね。本当にちょっとやってくれてんだ。そうなんですか？842台。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと待ってくださいね。すいませんね、楽しみですね。静かにしろって。ありがとうございました、行ってきます。すいません、行ってきます。ゆうさん、静かにしないと。俺じゃねさあ、ということでゆうさん、オープニングですよ。お願いしますよ、ゆうさん。追い抜かしちゃった。ゆいさん、ちょっと待って、ちょっと待って。どうしました？はじまったよ。はじまったよ。これ今時速40キロ。勘弁してくれって。ありがとうございます。いや、めっちゃ面白いですね、ゆいさん。視聴者の皆さんにも聞いていただきたいんですけども、はい、もっと結構早くね、集合してたんですよ。え、そうなんですか？出たんだ。出発まで40分だらだら喋ってる間に渋滞開始ですよ。僕らはやっぱり渋滞に恵まれてる生活をしてるんですかね。恵まれたくねー。ゆうさん、今日なんか珍しくリュック背負ってないですね。サーサーサーアドバイスで、はい、肩が死ぬよって言われたから、はい、肩死ぬの意味わかんない。ネットで縛ってみたんですけど。あ、本当だ。解析っすわ。やっぱ違いますよね。ちょっと見てほしいんですけど、はい、僕のシート見てください。あ、ゲルザブですね。ゲルザブでございます。すっごい分厚いゲルザブですね。めっちゃいいよ。あ、マジっすか？いつも痛みあるんすか？いつも痛みしかない。え、マジでダッサ。あ、じゃねえ。自分のやつギリギリじゃねえかよ。いや、僕はそんなことないっすよ。血だろ、気持ちいい。まあ、今日はね、一応ね、中央道で相模湖まで行こうかなと思って。ゆいさん、北海道行くんだったら湖見ろって言ってたじゃないですか。やっぱり本州の湖も一緒に体験したいなと思って、今日は相模湖までまず行こうかなと思ってるんですけど、相模湖はこの八王子16キロって書いてあるじゃないですか、うん、これのプラス10キロぐらい先って感じですね。まあ、距離は大したことないけどさ、はい、ただその前のね、緑の標識見てもらえば分かるんですけど、八王子まで16キロしかなかったじゃないですか。八王子まで30分って書いてありますね。ああ、で、相模湖まで見てください、50分って書いてある。ゆいさん、なんか今日寝れなかったっていう噂聞いたんですけど。10時に寝て、10時に寝て、はいはいはい、10時半に起きちゃった。え、なんで眠れなかったんですか？やっぱり朝早く起きて、はい、準備をして、ほっぱ早く出かけるってテンション上がるわ。ツーリング自体はどうかと思うけど。何言ってんすか、ツーリングは楽しいものですか？何言ってんすか？いや、これだよ。あ、ほら見て、めっちゃ飛ばしますよ。いやー、すり抜けする。でもね、実際ね、はい、すり抜けは違法じゃないんで、はい、でもただやるにしてももうちょっとゆっくり行った方がいいんじゃないかな。まあそうですね、僕この間上がった動画のゆういちさんがすり抜けしてたし、しっかりカットしてあげましたから、その動画まだ残ってるから、もう一回見せましょうか、みんなに。してないから。
ました。え、そうなんですか。マジで知ってますからね。知ってないよ。いや、じゃあその動画見せますよ。覚えてるよ。それみんなにやっぱり大広げに公開した方がいいですかね。公開したらなんかスリム系警察が来るんじゃないですか。今日はあれですね、ゆいさん、グローブ警察が来ても大丈夫なようにしっかりつけてますね。もう寒いんで。え、寒いの、うん、俺ちょっと汗かいてますよ。ちなみに今ダウン着てきたからだ。ライトダウン仕込んでくるからだ。行きで寒いなと思ってウルトラライトダウン来たらもう僕体ありえない量の汗かいたんで本当に30キロしか出てないんだって。いや、そんなことないっすよ。30キロも出てないわ。そうなんすか。そうだよ。へえ、かっこよ。自分のネタ何キロだよ。今49っすね。ねえ、これみんな朝どこ行くのこれ。やっぱりあれじゃないですか、八王子のサマーランドじゃないですか。オータムなのに。はい、サマーランド行くやつ誰いるんだよ今。ゆういちさんだって今日水着ちゃんと持ってきましたよね。何言ってんの。今日相模湖ダイブしますよ。どうぞご自由に。いや、僕はやらないですけどね。俺も何年。なんでですか。やっぱりゆういちさんが相模湖にダイブするとこみんな見たいって言ってましたよ。みんな見たい。いやー、ゆういちさん渋滞抜けましたね。よかった、マジで。ゆうさん、ほら前見てくださいよ。都会を離れて山々が見えてきましたよ。これは微妙だな。まだ微妙なんだ。僕結構テンション上がりますけどね、山が見えるって。高速道路今日まあだいたい80キロ巡行ですね。80キロ制限なんで。どうですかゆうさん、風とかは。とりあえず風が体に当たる感じ全然気にならないけど、ブロックタイヤのゴツゴツ感がちょっと気になるぐらいかな。あ、やっぱり何、ゴツゴツ感体に来るんですか。なんとなくちょっと来るよ。でね、やっぱりあのフルーネットだから、はい、あー、やっぱボロはダメってことですね。いや、ボロなの。あはは、ゆうさんの、ノーヘル、ノーヘル。後頭部にネット来ちゃってんの、あれ、勘すぐに捕まるから。それだったらね、つけなくていいの。あんな人いるんすね。高速でポケットに手突っ込んでさ、で、ノーヘル。そのなんか黄色いなんか変なプラプラしてるやつって、これファンの方からもらったやつですか。ファンなって言うのお守りですよ。あ、そうなんです。なんかプラ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 してますけど、自分も何してきてるマジで。はい、ヒルザブすごい。あ、マジっすか。いつもだったら多分もうケツちょっと痛くなってますよ。なってるなってる。もうだって40分ぐらいは走ってるんで、うん、アマゾンで買った3000円しないやつっすよ。え、そんな安いの。偽物じゃないですかそれ。偽物も本物もねえだ。ゆうさん、着きました着きました。ゆうさん、相模湖、これ東の方で降りた方が湖近かった はずなんで、そっち行きましょう。こんにちは。2人分払っていいですか。はい、あ、元気でいいっすよ。あの、バッグめっちゃずれてきてる。ずれてきてます、うん、あ、本当だ。こうすれば戻るんじゃないですか。いや、だからよ。はい。次だよ。左、これ左ですね。あ、そろそろアポロチャンネル知ってる人に会う。え、なにそれ、なにそれ、なんすかそれ。え、なに、天狗発言やばい今の。なんでそんな天狗発言したんですか、ゆうさん。現地に近づけば近づく可能性上がってくるだろ。いや、そんなことないっすよ。え、なんで今天狗発言したんすか。え、そろそろアップルチャンネル知ってる人に出会うかもな、うみたいなやってましたよね今。なんすかそうやって3万人超えたからって、そうやってすぐ調子乗るような男でしたっけ、ゆいさん。3万人超えたからってっていう言葉自体がさ、はい、自慢なの。はい、わかる。俺たち、うぃー、ゆいさん、ちゃんとやえしなさいよ。おい、ない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 。いや、ゆいさん、湖着きましたね。泊まって写真とか撮んなくていいんすか。天気悪いんです。いやいや、天気いいじゃないですか。何言ってんすか。汚ね。なんで汚いって、相模湖に失礼だろうがよ。本当にここツーリングスポットなの。ツーリングスポットですよ、相模湖って言ったら。気持ちいい。え、気持ちいいっすよ。俺だったら家でネットフリックス見てた方がよくね。まあそれはぶっちゃけその通りかもしれないっすね。ちょっとね、僕からね、あの、皆さんにちょっとご報告がありまして、はい、報告というかご理解をいただきたいことがありまして、はい、あの、SNS でも言いましたけど、はい、絶対60サイズの段ボールでグッズ送りますって言ってましたけど、段ボール無理。ダンボールだけで俺んち終わる。家狭っ。あんたの距離は広い。俺んちはね、4LDK ある。広っ。 4LDK なのに無理なんだよ。あのね、だからそこをね、ちゃんと言っておきたい、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、そうっす。グッ
さんですか。ゆういちさんです、うん、えいつも動画見てます。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え、白バイ、え、ちょっと待って、俺混乱してる、ちょっと待って、あいあいあい、ちょっと、あ、ちょっとどっか止まりましょう。え、え、ちょっと待って、は、白バイでしたよ。え、捕まったの。いや、捕まってるんですよ。アポロチャンネルのサーサさんとゆういちさんですかって言われたんですけど、あれですか、あの白バイコスプレってやつですか、流行ってる。そんなの違法じゃん。違法じゃん、あいつ、何、あいつ、あいつって言うこっからどこまで見ても白バイだから。いや、マジだって今ミラーに映ってんのめっちゃ白バイですよ。だって後ろの車めっちゃ距離取ってますよじゃあここ止まりますか。クリームパンついでに食いますか。え、やば、え、マジで白バイなんだけどマジでうわ、やばいやばい、白バイじゃんうわ、やばえ、マジ白バイじゃないですか。ちょっとやばくないですか。いや、やばいっすね。ぶっちゃけ、はい、やっちゃったかと思いました。いや、俺もなんかやっちゃったかなと思ったんですよ。いつから感じのカスタムしてたんですか。今年のあの2月か3月ぐらいですね。に完成したに完成しました、ね、すっごっ。あ、そうですね、パースとかいろいろと買って。え、マジやばくないですか。だってっていうか、これここが赤色灯だったらそのままってことですよ、ほぼ。あ、まあそうですね。なんですけど、車検が通るように中身です、ね、全部取っといてあります。やば、なるほど。これって本物のパーツじゃないですか。え、白バイオタクですか、ゆいさん。いや、だってこの構造をさ、ほらほらほら、え、伸びた伸びた伸びた。本物なんで上げることもできますね。ここにこう旗をつけてさ、旗パトカーなのに暴走族みたいな、やめろ。ちなみに、あ、はい、どのぐらいかかったんですか、カスタム費用。トータルで120万ぐらい。120万、まあ、これ前もランプですか。前もランプなんですけど、中身あの外してあります。え、待って、拡声器もついてますよ。あ、そうですね、拡声器もつけてありまして。やば、これ120万って今2台分です。いや、そうですよ、70万50、60万だからほぼ一緒ですよ。え、これやっぱり嫌われるんですか、こういうバイク乗ってると。だいぶやっぱ嫌いな人はいっぱいいますね。あ、やっぱそうらしいっすよ、ゆうさん。ネタとして受け入れてくれる人とそうじゃない人がいる。じゃない人がいますね、まあ、多分ね、受け入れてくれない人は悪いことしてる。ああ、そういうことっすね。てか、あれっすよね、ノーキンさんの動画出てましたよね。あ、出させてもらいました。ですよね、ほら、え、あれっすよ、あの、あ、あれだ、ノーキンさんがこう走っててこういう感じになるやつだもんね。あ、そうそうそう、あれもたまたま出会ったんですか。いや、あれは事前に打ち合わせがえ、あれたまたまなんか右折のところでたまたま会ったみたいな、視聴者さんだったよあれみたいな話でやってたじゃないですか。 あれ実際どうだったんですか。あれはもう仕込んでありますあ、じゃああれ全部やらせだったってことですね。あれやらせですまあ俺らはね、たまたまね、お会いしましたからね。僕らもたまたまお会いしましたよね。そうですかね。え、え、僕らたまたまっすよね。たまたま走ってたらたまたま出会ったんですよね。僕らも事前に打ち合わせをしておりますそういう感じでございます。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。そういうことです。実際はそうですね、はい、僕らはね、視聴者さんに嘘つかないんでね、はい、脳筋さんみたいに。はい、脳筋さんも悪気あってやってんじゃないんだエンターテイメント。ああ、そうっすよね。いや、でもかっこいいっすよ。いや、普通にかっこいいっすよ。そんなに、あの、剣をする人おかしいよ。これエンターテイメントって捉えられない人ちょっとダサいっす。でもこのバイクの後ろね、走ってたランクルめっちゃ距離取ってましたね。めちゃめちゃ取ってますやっぱね、はい、普通に考えて本来赤色灯であるところにカバーがついてるところとか、やっぱりおかしなところはあるんですよ、はいはいはい、見れば、はい、だけど万が一を考えて取り取っちゃう、これは。うん、取りますね。確かに、これはしょうがない。なんか、ゆういちさん背ちっちゃく見えますね。稼いよ、それ。え、並んでみるよ。
完全にホビットじゃねえかよ完全にホビットじゃねえかよ